はい、皆さんこんにちは、パンチャンです。いかがお過ごしでしょうか。はい、こんにちは、パンチャンです。いかがお過ごしでしょうか。今日はですねはい、こんにちは、パンチャンです。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、レンコン鶏団子実食していきます。はい、できたよ。 ありがとうございます、はい、一緒に料理作ってるよちゃん、ありがとう、はい、じゃあね、早速これを今から、皆さんと一緒に上京していきます。これめちゃくちゃ美味しいですね。ピントが全然合わないんですけど、レンコン鶏団子でございます。今よっちゃんが出来たてを作ってくれました。まあ、中にはね、ちょっとね、時間経ってるやつもあるんですけど、これ結構お弁当のおかずとかにも使えますんで、まあ、冷めたら、肉団子どれくらいの味なのかっていうことも皆さんと一緒に上京していきますので、最後までお楽しみください。それでは、いただきまもーす。さあ、というわけで改めましてバンチャンです。今日はですね、僕の大好きなレンコンをこうダーッとすりおろしてですね、鶏ミンチと一緒に肉団子にしました。あ、でもちろんですね、再生画面下の説明欄にはですね、レシピ動画のリンクも貼ってますので、ぜひ晩飯チャンネルのリンク動画もぜひご覧ください。今ね、1,2,3,4,5 5つお皿に載ってますが、レシピ動画ではですね、一応14個分の団子のレシピ分量になっております。もう揚げたてでございます。おお、うまい。あ、よ、うわ、よっちゃん、これはやりましたね。台所行ってね、横で作って、まあ、それをカメラ撮ってるんですけど、油で揚げて、これ最後これを締めるんですけど、そこでもうほんまにうまそうでした。うん、ぜひ皆さんレシピ動画見てください。絶対に損はさせない。うまっ。中はサク、じゃあ外はサクで、中はもちっていうね、レンコンにムチンっていうね、成分が入ってる。それがね、もちもちっとした食感を生んでるらしいですね。おお、なんだ、ご飯が進む。うん、うん、今ね、レンコンがちょうど新しいのが出る出ないの端境期なんで、古いレンコンが安く売ってるんですよ。まあ、だから今回これ作ったわけです。じゃあこれね、ケチャップつけるとね、美味しいんで、ちょっとつけてみます。これいただきます。あ、うん、いわゆるその味変ってやつです。味を変える。うん、まあ、もちろんケチャップつけても美味しいですけど、僕はそのままの方が好きですね。レンコンの甘みというか旨味が凝縮された体験できます。ちなみに、ね、今回使ったレンコン、まあ、これと同じやつですね。徳島県産のレンコンで、ラップでも穴を塞ぎまくって、穴に空気を通さないっていうのがね、まあ、レンコン長持ちさせる一つの秘訣みたいなんですけど、徳島県産のレンコン使ってます。徳島の皆さん、ありがとうございます。で、まあ、ここにちょっとレンコンパウダーっていうのがあるんですけど、これはね、今回使っておりません。ただレンコン関連商品ということで、以前ね、実はこのレンコンパウダー使った唐揚げっていうのをね、まあ、今回はそのレンコン動画関連ということでね、レンコンパウダーをここに置いてます。じゃあ、まあ、先ほどちょっと最初に言いましたけど、冷めても美味しいんですよ、これ。冷めても美味しいんで、お弁当のおかずとかにね、非常に最適なんですけど、ちょっと揚げてから、30分ぐらいですかね、3、40分ぐらい経った、ちょっと冷めた、うん、冷めてますね、冷めた団子いただきます。あ、あ、あ、これ冷めた方がうまいかも。うん、柔らかいよ、熱いと。食感が。柔らかいっていうのはドロッとしてるってこと。熱が引くと多分これ固まるんでしょうね。徐々にこう固くなっていって、ちょうどいい食感になりますね。あとは甘みもね、熱いとちょっと感じにくいんですけど、これちょうどいい。だからこれ冷えたやつをお家にいる時とか室内にいる時は、一回レンジでチンして食べても美味しいかもしれないですよ。ある程度いい温度にして、うん、この、いや、全然冷めてる状態でも美味しい。あと、音聞こえるかな、このレンコンがね、こうすりおろしてこんな美味しい団子に変わるっていうのは本当びっくりですね。じゃあ最後、これ揚げたての団子いただきます。うん、うん、やっぱり揚げたての方がちょっと柔らかいですね。うん、団子ね、揚げる前の直前の団子見たら分かるんですけど、結構ねとろっとしてるんですよ。ちょっと柔らかすぎるかなと思うぐらいで揚げて、そっちの方が多分ね、冷めた後の食感というか硬さがちょうどいい柔らかいゴムボールみたいな感じになると思いますんで、だから、まあ、ちょっと生地柔らかめ、まあ、そこら辺はね、中にこれ小麦粉入れてるんですけど、まあ、つなぎでね、卵と小麦粉入れてるんですけど、小麦粉の量で今回は
調整しました。最初には大さじ2杯の小麦粉を僕ら入れるつもりだったんですけど、それにねプラス大さじ 0.5 杯、合計で大さじ 2.5 杯の小麦粉で材料を混ぜました。ちょっとね最初の2杯やとね柔らかすぎたんですよ。 2.5 杯ぐらいで混ぜるとそれでも柔らかいかなと思ったけど、揚げて冷めた後のちょうど柔らかさになるんで、まあ、だから何度も言いますけど、揚げる前はちょっと柔らかめの生地がいいかもしれないですね。もちろん水みたいにドロッとなってたまに休憩にならないとダメなんですけど、休憩になる程度でちょっと変なあね変なとなった感じがいいかもしれないです。今回はレンコン鶏団子の実食動画でございました。徳島県産のレンコンでハスって書いてますね。ハス2000年ぐらい前からある、まあ、野菜で、あの、まあ、皆さんご存知 の、 あのお釈迦さんの横にあるっていうか、あのハスね、ハスの葉っぱ、まあ、あれがこのレンコンの葉っぱなんですけど、まあ、それぐらい日本人にとってもあの馴染みの深いレンコン、お煮しめにしたりとか酢の物にしたりとか、フライパンで炒めて、まあ、きんぴらにしたりとかね、そういう食べ方があの一般的だと思うんですけど、今回みたいにですね、まあ、今6月、うん、後半なんですけど、この時期になると、まあ、大体新しいレンコンがね、まあ、ちょっと早いんですけど7月ぐらいから出て、次の年の2月ぐらいまで、だから、まあ、まあ本当は今ちょっと早いんですけど、まあ、基本的には秋から冬って考えた方がいいみたいですよ、レンコンの旬っていうのはね。だから今この6月っていうのは、まあ、言うたら2月ぐらいで収穫期の終わったレンコンが、あの、まあ、土の中、泥の中入れたりとかしてこう保存してある、まあ、もしくはこんな感じでこうあのラップで包んでね、穴を完全に塞いで、でまあ、冷蔵庫で保存したらみたいなやつが出回ってるん で、これがすごい安くて美味しいんですよね。ちょっとあのひねてる部分もあるんで、すりおろして、あの、まあ、大根おろしみたいな感じでレンコンすりおろしにして、でそれを卵とか塩とか醤油とか生しいたけ、人参とかと一緒にこうガーぐちゃぐちゃぐちゃでボウルの中で生地作って、でそれを手でこうペペペって一個ずつね、あの玉にして揚げてっていうのが、まあ、美味しいんですよね。だから、まあ、日本人にとっては非常にあの馴染みのあるレンコンをですね、まあ、オールシーズン楽しめるっていう意味で、まあ、今回のこの羽坂駅のレンコンの鶏肉団子、ぜひ皆さんに試してほしいです。で、あのインターネットとか調べたら、あの鶏のミンチ使ってるそのレンコン団子少なくて、大体皆さんあの豚のミンチ使われてるんで、まあ、もしよかったらあの豚のミンチでも、団子を試してみてもいいんじゃないかなと思います。まあ、我々は今回は鶏のミンチがですね 100g 使いました。でレンコンが 200g、まあ、240g、 242g ぐらいで、まあ、200g から 250g の間のレンコンを、あの皮はそのままでたわしで水洗いしてすりおろして生地に入れました。まあ、他の卵とか人参の分量はですね、ぜひ皆さん再生画面下の説明欄にある晩飯チャンネルのレンコン鶏団子のですねレシピ動画を参考にしてほしいなと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。いや本当に美味しかった、お腹いっぱい大満足でございます。料理は平和だ、晩チャンネルでございました。よっちゃんまた来週も美味しい料理、あの期待してますので、皆さんもぜひ1週間待っておいてください。はい、それでは皆さん良い一日を、そして良いレンコン鶏団子ライフを。はい、お疲れさん、バイバイ。あ、今日もあのマムートのチェックから僕の好きな、ね、シャツ着てます。来週はもしかしたら赤白のチェックになるかもしれないです。ご期待。